まあ、吉田さん、おっさんの財布に限らず何が売れるか分かんないですよね。まあ、例えばね、フィギュア、これも中古で買ったんですけどもね、8000円ぐらいでした。これが3000円ぐらいでした。中古なんですよ。で、カメラのバッテリーも中古で買いました。まあ誰が所有者か関係ないですよね。使えれば買うんじゃないかなと思いますし、まあお財布はね、なんかね、包装した人の付加価値がつくっていうところはあります。これは別に付加価値がなくて希少価値がついてるだけですからね。それから一番売買が繰り返されてるものってお金じゃないかなと思うんですよ。まあ私 FX をやってるんですけども、ドルを買って円を売る、円を買ってドルを売る、常にお金っていう中古品を売買してるかなってとこですよね。まあお金っていうのは価値を可視化したもんなんで、道具にもなりうるし、それ自身が実需をもたらすものでもありますし、こういったフィギュアは換金できるかどうかっていうのは分かりませんからね。逆に高値をつけたりもしますけどもね。まあ何でも売れるってことじゃないですか。いってらっしゃい。